それでも学歴が高い人に能力が高い人間が多いことは間違いない事実である。高学歴なのに仕事ができない、低学歴なのに仕事ができるという人は印象に残りやすいため、そういう人がいっぱいいると思いがちで、いい環境と友達に恵まれるっていうのが結構大きい。さあ、では始まりました、むてっちゃんです。さあ、今回はですね、学歴は必要なのかというですね、記事に基づいてちょっと話していきたいと思いますね。ちょっとね、インタビューに答えてる人が実在するかはまあ不明なんですが、ただ一般的にその学歴があることのいい点はこういうのですっていうのが、まあまとめられてるというか書かれているものなんで、ちょっと紹介したいかなと思いますね。まあそれに加えて自分の意見だったりとか経験談とか自分の教え子たちがどうなってったかみたいなのはね、話そうかなと思います。題名がね、学歴が必要、東大京大総計クラスは頭が良くて仕事ができる人が多いなと感じたと語る30代女性かっこマスコミ誰。ここにある写真も恒例になってますけど、はい、就職活動や転職活動などで何かとつきまとう学歴と、学歴は不要という声が上がる一方で、やはり必要性を感じる人もいると、キャリコネニュース読者からも様々な声が寄せられていると言って、まあ、読者の声として挙げられていますね。有名大学に入るために努力は並大抵のものではない、学歴がなくても頭がいい人はもちろんいるが、それでも学歴が高い人に能力が高い人間が多いことは間違いない事実であるというふうに書かれてますね。大卒東京都30代前半男性、教育なんだ、保育系正社員、年収550万円、年収まで乗ってんだこれはよく言われることだし、自分自身がちなみに予ゼミで浪人してた時に小論文の授業で言われたのもこれでした。そもそも有名大に入るまでに努力してきたっていう、まあその証であるから、企業に入った時にも努力ができるんじゃないかっていうふうに思う。だから学歴の高い人を取るんだ。で、それで日本社会はうまくいってきたから、だからそれ変えないのは当たり前でしょ、頑張って勉強しなさいみたいなね。そういう風に、はい、言われてきました自分自身で。学歴がある方が後に進路や職種を変更したくなった時に潰しが効く、あ、これもよく言われますね。またある程度の大学を卒業している方はそれなりに努力ができる方、同じですね。高卒でももちろん優秀な人はいてそれぞれだが、仕事に対して文句が多いのは高卒の方が圧倒的に多い。あ、そうなんだ、価値観が違うと思う。へえ。大卒東京都40代前半女性、事務管理系正社員、年収500万。ここに年収が載ってるのちょっとよくわかんないんですけど。なるほどね。福岡県30代女性、マーケティング系正社員、年収600万。みんな年収同じあたりのがいろいろ書いてありますね。物事の考え方の論理立てが大卒者と高卒それ以下では違うように感じますと語る。女性は地方の県立短大を卒業後カナダの工科大学に進学、さらに帰国後に再度次第に入学し学んでいる。その理由を日本の大卒への劣等感を感じたためでしたと明かす。ああ、なるほどね。まあこれはありますよね、劣等感を感じちゃうっていうね。学習院大学卒の神奈川県20代男性、建築系正社員、年収650万。はこの人今まで出てきた人たちより高いんだ、20代だけど。なんでしかもここが学習院なんだろう、前の人たちのは出てこない。自身の経験から実際に高学歴の人の方が仕事ができると語る。高学歴なのに仕事ができない、低学歴なのに仕事ができるという人は印象に残りやすいため、そういう人がいっぱいいると思いがちであるが、それは本当に一握り。また高学歴なのに仕事ができない、使えないとやたらと言っているのは低学歴の人しかいない。ひがみも入ってると思われる。なるほどね。まあ自分自身なの、まあエフラン大学の動画いくつか出てますけど、エフラン大学の実情とかコメント欄見るとよくわかりますね。コメントを書いてる人の学歴はわかんないから、それひがみかどうかっていうのはわからないですけども、確かに高学歴なのに仕事ができないやつがいっぱいですよ、今の時代学歴なんかいらないですよって言ってる意見の人も多かったですね。まあ多分その方のいたところがそうだったのかもしれないし、もしかしたらここに書いてあるように高学歴なのに全然できない人がいたっていうのを見て印象に残ったのかもしれないですね。このまあ例外的に残っちゃうっていうのは結構よくあることなんで、これまあ心理学で出てきたりとか大学入試の英語の長文に出てきたりもするんですけど、あの人が来るといつも雨って、別にそんなことはないんだけども、雨が降る時のことが印象に残ってて雨男っていう風になっちゃったりとか、自分がレジで待ってるその列だけ進むのが遅いっていうのはその時のことが印象に残ってるから、自分が行くといつも信号は赤、そう青の時もあるんだけど赤の時の方が嫌だった、イライラしたっていう印象があるから記憶に残りやすいっていうのは、これもよくある現象なんですけど、それと同じように、え、あの人東大なのに、え、
あの人早稲田なのにこんなできないのみたいなのがあると、そっちが印象に残ってしまって、あ、高学歴の人でも全然仕事できないんじゃんっていう風に記憶に刷り込まれるとかっていう、そういうことを言ってるんでしょうね、これね。で、逆にだから低学歴、あの人全然高卒だけどすごい仕事できるねって言って、あ、そうか、やっぱ学歴って関係ないんだっていう風に刷り込まれちゃうとかっていうことは、まあ、ある現象ですね。男性は自身の学歴に不安はないとしつつも、もっといい大学に行っていたらさらにチャンスが広がったのかなとも思いと、現代の日本の高学歴と言われるのは早稲田慶応からなのではないでしょうかと複雑な思いも明かした。そうなんだ。そう、いや一般の人からすれば全然学習院だってね、ね、Gマーチと言われるぐらいだしいいと思うんですけどね。国立大学出身の埼玉県の30代女性、マスコミフリーランス、年収450万円は、実際に仕事をすると学歴よりもその人自身の能力を求められると思うというが、学歴は必要だとかだろう。つきたい職にアプローチする際に学歴があるかないかでふるいにかけられる。学歴がないよりはある方が選択肢は広がると思う。まあ選択肢が広がることは、まあ、間違いないと思いますね。また自身の学歴について同じ大学でももっとランクの高い大学に行ければよかったのかもしれないと少し不満を抱いていると。自分は地方の国立大出身でマスコミ業界に入った。局員には東大、京大、総計ととにかく高学歴の人が多かった。自分も国立大学出身ですごいですねと言われることがあったが、東大卒の上司はとにかく頭の回転が早く仕事もできた。地頭が違うのを感じた。女性は皆がそうではないかもしれないが、東大、京大、総計クラスは頭が良くて仕事ができる人が多いなと感じたという。まあやはりこういう風にね思う人は多いと思いますね。奨学金を利用してでも大学に行って資格を取っておけばよかった。愛知県の30代女性、ウェブ系正社員、年収250万円は高卒だ。高卒と大卒では同じ内容の仕事をしていても給料が違う。そもそも高卒では応募すらできない会社や職業が多いと学歴の必要性を痛感している。ああそうですね。10代から20代に変わる多様な時期に仕事で自由な時間がなくなるよりも、大学に行って勉強し遊んで自由な時間や今後の自分のことを考える時間が大事だと思う。ある程度努力が必要な大学ならいい環境と友達にも恵まれると思う。そうですね、ちょっとここについては話そうと思いますね。そう、いい環境と友達に恵まれるっていうのが実は結構大きいと思ってますね、自分自身は。まあ研究したい時とかっていうのはやっぱり研究の設備が整ってたりとか、いい教授がいたりとかっていうのはまあ当然多いですし、そう、友達っていうのはねあると思うんですよ。だ結構コメントによく来るのが、エフラン大学だったけれどもすごい頑張って TOEIC すごいいい点取りましたとか、そうやって頑張ってますっていう人も、まあ、ちょっとねエフラン大学っていうのがなんかネット上では使われ方が違うので、全然エフランじゃないとこエフランですかエフランですかって書いてる人がすごく多いんですけど、エフランっていうのは模試で判定できないところですからね。すごい低い偏差値でも合格になっちゃうから、このランク付けができない、 A 判定、 B 判定、 C 判定とかを出せない大学のことですからね。すごく低くてもみんな合格出ちゃうっていうようなところですから、だから皆さんが知ってるような大学は普通はエフランではありません。そんなエフランの、まあ、大学で教えてたから自分自身で、それですごいトイック頑張って勉強して海外の大学に入って、それ外資系のところで働いてる人っていますからね。すごい能力高いな、そういう人もいますよ、もちろん努力してる。でもほんの一握りですよね。まあほぼ間違いなくその同じ学部の学年の中で一人だけだと思います。そうなったのは普通勉強しないんですよ。その人は僕みたいになりたいって言って、なんか英語の資格とかすげえ取ってできるようになりたいって言って頑張って、周りの人たちからはあみたいに言われてたですけど、そういうことです。だからその周りの友達からはーってなっても全然大丈夫っていうメンタルじゃないといけない。だって周りに勉強してる人いないですから、一人だけすごい勉強して、これはまあどっかの動画で話したと思うんですけど、土曜日ね大学の図書館行って誰もいない、一人だけ。よくあることなんだけど、本はピッカピカ、読む人がいないから、だからすごく良かったって言ってましたよ。英字新聞とか置いてあったり、すごい英語の勉強になる本とか置いてあるけど誰も読まないから自分だけしか見ない、独占してるみたいな感じだったって言ってましたけど、だそれを良かった、嬉しいと思えるかってことじゃないですか、ね、周りがすごい遊んだりバイトしたりとかってなってる中で、一人だけそうやってすごく勉強したんですよ。でそれを楽しいと思えたから良かったわけ。でも分かる通り、いい大学に入っていればその勉強するのが当たり前なんていう空間もね、まあもちろん遊ぶのが当たり前っていうなんか大学もありますけど、勉強するのが当たり前の空間だったりすると、やっぱ頭がいい人たちに囲まれるとやる気が出たりとか、あ、そうなんだってなることってたくさんあるわけですよ。自分自身は別に頭が良くなかったから、慶応入った時めちゃめちゃ刺激を受けましたよね。高校時代はこうやって勉強してたとか、こうこうこうだってことに気づいた、言語学のことに関してもこうこうこうだからこうなるんだよねとかっていうのを聞いたりして、あ、そうか、そういう風に考えるんだな、すごいなこの人たちとか、あ、そっか、勉強できる人はこうやって勉強してたんだよ、自分が一生懸命丸暗記してたものを彼らは、こういうルールがあるな、あ、だからこうだって言って一瞬で見抜いていたのか
っていうふうに思いました。友達は大きいじゃないですか。やっぱり勉強とかどうでもいいって人たちを一緒にいたら当然しなくなっちゃうし、環境面ではやはりいい大学に行っておいて損はないと思いますから、目指した方がいいとは思います。それは別に僕が塾という業界にいるからというわけではなく、その方が絶対にいいと思えることが多いからですね。だからもっとも人生やり直せるんだったら、あ、ちゃんと小さい時から勉強しておけばよかったと。私立の学校に行くなんてことすら、そんな選択肢すら頭なかったからね。そういう風に過ごしてましたから、受験のことなんか全然考えずに生きてきたから、それは周りがそうだったからですね。当然周りにもっと勉強するとか受験のことをやるとかっていう人たちがいたら違ってたわけじゃないですか。そういった面で環境って重要だなって思うので、年収っていう指標だけじゃなくてね、良い大学に入っておくってことはいろんなことがあると思います。まああとはね、慶応とかコネとかあったりしますからね。やっぱりね、いい企業に入るときとか役だったりしますからね。はい、皆様どうお考えですか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.